なんなのふっ、う、ふっ、もう、これくらい。ふぅ、よし、させない。負けたくない。パパ、ごはんくん。見えないやば。そんな。ふっ、し、ほ、え、とう、やん。ごはんくん、お願い。それそれ。いっけ。もう許さないわよ。はぁ何すんのよ。危ないじゃない。そこ。はぁこの、逃がさない。 いいでい戦で私の願いを叶えて永遠の若さちょっと憧れるかも私の怪我を治してみんなを生き返らせてはぁーはぁー行くわよこのていたはぁやぁまだまだへいせぇよとどめよもらった捕まえたよいしょっとこれでこっちを寝切れるこれでもくれせーのふっとめ覚悟しなさい 行くわよはあ、終わりよフィニッシュフィニッシュおとなしくしなさい痛い目に会いたくなかったらね女だからって甘く見てると痛い目に会うわよさあ私が相手よこれ以上好き勝手にさせないわよどうよ私だって武道家なんだからなんだ 見かけ倒しで大したことなかったわね。来て今よ任せて交代して私の出番ね。そこまでよありがとう。これは痛いわよさあ、私が相手よ張り合いのある相手はいるかしら私だって武道家なのよか、格好悪い。ショートヘアの方が、ご飯くんの好みうじ帰ってこられたら。 デートとかしたいから。もう、パパってば。まだやる気なのさあ立ちなさいよ。まだやるんでしょこのビーデル様が退治してやるわ。ごはんくん、かっこいいわ。と、トリックかしら。あんまり見くびらないでよね。私だってこれくらいはやれるのよ。みんなして光ったり爆発したり。木の扱いって奥が深いわね。グレートサイヤマン。ちょっとかっこよく見えてきたかも。次はパパも連れてこようかしら。 最近トレーニングしてないみたいだし。うん。ちょっと休憩。少ししたらもう一度やりましょう。18号さん魔人ブーブーさんセルご飯くん悟空さんゴテンクスくんクリリーさんピッコロさんベジータさんヤムチャさん死なないでね、ご飯くんご飯くんあいつをやっつけてこいつが味方だなんて、いつ暴れ出すかわかったもんじゃないわね。ブーさんを弟子扱いだなんて、 パパのお調子者ぶりも困ったものね。小さい頃のご飯くんか。昔から可愛い顔してたのね。ちょっと雰囲気が変わっちゃったけど、優しいところは変わってないわね。ご飯くん、ものすごい強さね。ご飯くんが尊敬するのも頷けるわ。強くってもやっぱり子供ね。あんまり無茶苦茶しちゃダメよ。この二人が合体するなんて。うんうん。お互い親には苦労するわね。これからなんだから。 さすがね。よし手応えあったわあんた、また好き勝手に暴れるつもりそうはさせないわよ魔人ブー、まさか私が戦うなんて。ブーさんか。一応パパの弟子同士の対決ってことになるのかしら。セルパパがやっつけたんじゃ。これがセルをやっつけた時のご飯くん。すごい迫力ご飯くん手加減したら承知しないわよご飯くんのお父さん。 よろしくお願いします。ゴテン君、トランクス君、お姉さんと勝負よ。ゴテン君え悟空さんなのごくん君の知り合い、私に勝てるかしらあの二人が合体するなんて、私の力、通じるかしら行くわよ、ごくん君。思いっきりやるしかないわね。これに懲りたら少しはおとなしくすることね。嘘、魔人ブーに勝っちゃった。ブーンさん あんまりパパを甘やかしちゃダメよ。ふん。パパの足元にも及ばなかったわね。子供の頃とはいえ、さすがはごはんくんね。すごい力だったわ。どうおごはんくん。私のこと、ちょっとは見直したでしょう。ありがとうございました。どうおチビさんたち。お姉さんも結構やるでしょふふ。<laughs> 木の使い方もだいぶ上手くなってきたみたい。う、う、おのれっうわしまったそこまでだとりゃー 逃がしは先祖受けてみろ私が相手だいやととただいま参上待てい悪は絶対許せない正義の味方グレートサイヤマンだ覚悟しろ正義と愛する者の,のために不屈のグレートサイヤマンビーデルさんは僕が守る己へ許さんぞ大丈夫ですかビーデルさん大丈夫ですかビーデルさんだだ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 ,だビーデルさんー でーこれで、フィニッシュ私は正義を愛する者の、馬鹿にするな一生懸命考えた名前だぞストライクどんな相手が出てきても、僕とビーデルさんがいれば大丈夫だよお前たちの悪事も、こいつでとどめにしてやるかーめーあ、やばグレートサイヤマンビーマルわ、私はご飯ではない私は、 グレートサイヤマンビドルさん、頑張ろう。大丈夫かな。<laughs> <laughs> <laughs>